わあ懐かしい。わあ懐かしい。感じだな。懐かしいけど。懐かしいけど。ああそうだ、川流れてたね。流れてましたね。懐かしいわ。さようなら命の列車。え？2両だもんね。どうした？なんか待ってるんですかね、別の列車を。あ、そういうこと？何の街ですかね。出発しようとしたところでピタッと今止まったんでね。対向列車的なの来るんじゃないですか、向こうから。そうなのかな。今時計を見ながら車掌さんが確認しているところ。やだね、このなんか。やだね、なんかトラブったみたいじゃんこれね。そうっすね。何、もう一回乗せてくれんなら乗るよ。うちらも待ってるんじゃないですかこれ。なんかもう一回乗せてくれんなら乗るよ俺。やっぱりもうこれ以降列車出ないから乗ってくださいっていう。そうやつだったら。だったら乗りますよ僕は。もうまあ非常に残念ではありますけれども。僕全然残念です。もう喜んで飛び乗りますよ。お、なんか車掌さんが今歩いてきました。なんか起きたんですかね。なんかやっぱり車両不具合があったかもよこれ。なんかすごい車掌さん焦ってますもん今。全然うちら何もしてないですよ。お金ちゃんと払いましたよ。お金ちゃんと払いましたよ。なんかねドアとか調べてる。僕はちゃんと払いましたよ。10円足りないからドア閉まらないとかそういうこと。これそうだった。ここどこいても崖なんだった。ここなんかあったのかな。車両になんかあったんでしょうか。テロですか。嘘ここでジャック、しかも列車ジャック。2両目の女学生たちもちょっとパニックになったでしょ。本当どうしたのどうしたのとか。だって普通ここから出るもの。そうですね、さっと。女学生もびっくりしました。急ブレーキかかりましたから、いやーノースですよ。これ何があるんですかねこの後。これしかもこれね、これなんかいかんによっては我々も帰れないっていうこともあるじゃないですか。遅れる可能性が出ますよ、理由によってはね。理由によってはね。JR北海道の電話番号。あ、僕は調べてます。大丈夫です。今音がちょっと変わったからこれ動くよ。取るよ取るよ取るよ。あ、動きます。さよなら。あ、動きました。さよなら。さよなら。確実に今動き出しました。はい、もう無理です。もう無理です。何だったんだろう。懐かしい、この距離ですよ。この距離ずっと僕ぐるぐる回ってました。この距離、ホームの距離。この距離ずっとぐるぐる回ってました。